1898年のプーシキノで、フセボロドメールホリドが、モスクワ芸術座版アントンチェーホフ、カモメのコンスタンチン役を準備している様子。1898年に、モスクワ芸術座で上演されたアントンチェーホフの、カモメは、コンスタンチンスタニスラフスキーとブラジーミル、ネミロビチ・ダンチェンコの演出によるもので、まだ新しい劇団であったモスクワ芸術座にとって、 記念碑的な第一歩となるプロダクションであった。この上演は、ロシアの舞台芸術史における最も偉大な出来事の一つであり、世界の演劇史における最も素晴らしいシーン展開の一つでもあったと称されている。アントン・チェーホフの儀曲、カモメのモスクワ初演であったが、この芝居はすでに2年前に、サンクトペテルブルクで初演されていて、その時の上演は成功とは言えないものであった。 ネミロビチダンチェンコは、チェーホフの友人であり、初演の批評があまり良くなかった後、再演を渋る原作者、チェーホフの抵抗を打ち破って、新しく創設された革新的な劇団である、モスクワ芸術座のためこの芝居を演出するよう、スタニスラフスキーを説得した。この上演は1898年12月29日に、開幕した。モスクワ芸術座の上演は、 大成功を収めたが、これは劇中に登場する日常生活の繊細な表現を忠実に再現し、親密感のある群像劇を作り上げ、当時のロシアのインテリゲンチャに蔓延していた活気と革新に欠ける心理的傾向をうまく反響させていたためであった。この講演により、モスクワ芸術座の特色である独特のリアリズム的作風が完成した。 この歴史的上演によって、モスクワ芸術座は自らのアイデンティティを確立し、これを記念するため今日までエンブレムにカモメを採用している。ハルキウの近くにある兄弟の辞書を1898年8月に訪問していた間に、スタニスラフスキーは儀曲、カモメの上演プランに着手し、ロシアの田舎における自分の感覚的経験を盛り込むことにした。スタニスラフスキーは、 役者が空間的、近接的な関係を築けるような小さなスケッチからなるストーリーボードで芝居の重要なポイントをプロットした。それぞれのキャラクターについて、各々のリズム、身体的な生き様、立ち居振る舞いの癖などについても極めて詳しく考え、ほとんど映像的な細部まで決定した。このスコアは役者がよだれを垂らしたり、鼻を噛んだり、 唇をピチャピチャ言わせたり、汗を拭いたり、早爪を細い棒で磨く字のことまで指示していた。こうした厳しい未残性布のコントロールにより、スタニスラフスキーは芝居の表面の下にサブテクストとして隠れていると、考えられるうちなるアクションを一貫したやり方で表現できるようにしようとしていた。フセボロドメールホリドは、スタニスラフスキーが死の床で、 舞台における私の唯一の後継者と呼んだ演出家で理論にも携わる演劇人であったが、このプロダクションではコンスタンチンを演じている。後に、スタニスラフスキーがこの芝居を扱った際の指摘効果について書き残しており、細かい日常的な描写が人物のアクションに結びつく、チェーホフの散文に隠れた歌をスタニスラフスキーがうまく活かしたと述べている。 スタニスラフスキーの演出用スコアは1938年に出版された。トリゴーリンを演じるスタニスラフスキー・スタニスラフスキーは役者としてはトリゴーリンを演じたいと考えていたが、最初はネミロビチダンチェンコの主張のせいで、同音、意志を演じる準備をしていた。しかしながら1898年9月にチェーホフがプロダクションリハーサルに出席した際、 トリゴーリンの演技が弱いと感じ、このために再配役が行われた。スタニスラフスキーがトリゴーリン役をすることになり、ネミロビチ・ダンチェンコはこの役を最初スタニスラフスキーにやらせなかったことについて謝罪した。オリガ・クニッペルはアルカージナを演じたが、実生活では後にチェーホフの妻になった。このプロダクションは全部で80時間24セッションに、 渡るリハーサルを行っていた。9回は、スタニスラフスキー、15回は、ネミロビチダンチェンコによるセッションであった。こうして、当時の慣習的な基準からするとかなり長時間の稽古が行われたにもかかわらず、スタニスラフスキーはリハーサル不足だと感じ、1週間、開幕を遅らせたいという要望をネミロビチダンチェンコが拒否した際にはポスターから自分の名前を削ると脅した。 プロダクションは劇場中に危機感がみなぎる中1898年12月29日に開幕した。ほとんどの役者は自分の精神を安定させるべく西洋化の個層のドロップを服用していたという。上演が始まると聴衆は興奮し、ある観客はチェーホフへの手紙で第一幕で何か特別なことが始まったと書き送っている。ネミロビチダンチェンコは 長い沈黙の後にダムが決壊でもしたかのように観客から火災が沸き起こったと書いている。プロダクションはマスコミからも満場一致で賞賛を受けた。1899年5月13日になってやっとチェーホフが上演を見に来たが、これはパラディズザでセットなし、メイクと衣装だけつけていったプロダクションだった。チェーホフは上演を褒めたが、 スタニスラフスキー本人の演技についてはそれほど熱中しなかった。チェーホフは、スタニスラフスキーのトリゴーリン解釈における柔らかく意志の弱そうな調子にことを唱えており、ネミロビチダンチェンコにカツを入れるとか、何とかしてほしいと頼んだ。チェーホフは、この上演の未成性を記録した、スタニスラフスキーのスコアと一緒に戯曲を刊行したいと主張した。 チェーホフとスタニスラフスキーの共同は双方の創造的発展にとって不可欠であることが明らかになった。スタニスラフスキーの心理的リアリズムと群像劇作りのおかげで戯曲に隠れていた微妙な細部がうまく出てくるようになり舞台のために書きたいというチェーホフの気持ちが蘇ることになった。チェーホフは台本を説明したり膨らませたりはしたくないと考えており このせいでスタニスラフスキーは舞台芸術にとっては新しい手法でテクストの表面に隠れたものを探らざるを得なくなった。ありがとうございます。